はい、イカルガ文化財センターでございます。映像ホールで行けばいいですか。はい、じゃあ石室の中歩いてみましょう。おー、すごいね。右も左もすごい大きな石を使ってるね。まあ、すぐ行きますとね、長いね、この線路は。あ、見えてきました。こんな大きい石使ってんの、すごいね。あ、見えてきました、石棺が。朱塗りの石棺が、すごいですね。さあ、ずっと近づいてみましょう。ですね。はい、これ天神でございます。水戸窟でしたからね、すごかったらしいんですよ。これ何年やったかな、昭和の時代やったんだけどね、連日連夜テレビやってたね。なんか NHK でも何回見ましたね。これ何ですかね。これは何でございますか。なんか金、なんかの金具。うまか、うま。あ、これはね、この辺はちょっとね、その時見た記憶ないね。あのね、剣を見たね、剣を。剣が歩いてね。剣とバグがなかったんだけどね。これか、剣中の。この剣を盛んに見せてたんだけどね。よく残りましたね、1300年。これがバグの飾りかね。あとね、靴、あ、靴や、これや、これ見た目だ。これがね、これはなんでだ？ああ、そうか。近藤製やからグリーンで錆びてんねんな。本当はね、キンキラキンだったんやろうけど。この靴ね。これなんか見ました。あ、これも見たな、これも。おお、鏡も出てきたんだ。鏡はそう、あの、記憶ないんだけどね。全部種類違うの。渋滞橋。まあよく残ってるね、形ね。これは頑丈仁王が門段新住居。知らんな。そんなの、これ大きいね。すごいね。何枚が出てきたんだろうかね。4枚だけか。あとね、記憶のことのこういうね、特殊機械か。あれあれあれです、あれ、あの写真がそうでございます。あんな感じで掘ってましたね。いや、すごいですね。あのバグのね、あれがないや、これこれこれですよ。これを盛んにやってたね。これ記憶残ってる。近藤製、これはかな、具前和寿の、ややこしい名前でございますね。これも同じような感じだね。これもだから、その当時ね、テレビでやってたんでね、見てますわ。これは復元モデルでございます。で、中にね、人骨だったようなこと聞いたんだけどね。中 見れるかね。あ、これこれ、これもね、見た見た。これはね、レプリカで見たんかな。なんで見たんだろう。これもう見たな、なんかテレビであったな。うん、なんか見たか記憶あるんだけど。あんな感じですよ、あんな感じ。当時のね、雰囲気はだいぶ土が流れてたんでね、低かったんだけど、今ね、かなりね、この蓋、かなり残ってますわ。はい、そしたら、で、
行きましょう。